伝令から報告がありました。当該殿はすでに生徒へ迫っているとのこと。私たちも急ぎましょう。ああ、だが決して油断はするな。脅威の執念は愚かしいまでに一途だ。ふん、執念ね。奴はただ過去に縛られているだけでしょう。そうだ、諸君はもはや亡国、滅ぼすことが慈悲なのだ。ここにいる誰もが四条殿を信じている。力を合わせ戦おうとしている。そして今のあなたなら必ずその信頼に応えられる。ああ、分かってる。ありがとな、元気。四条殿。行くぞ、元気。脅威の猛襲を断ち、諸君を滅ぼす。剣閣は堅牢で、中央突破は厳しい。周囲から確実に攻めるのは上策だね。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。今だ、いかけろ。すぐに終わりにしてやるぜ。受け取ってくれな。この鬱陶しい攻撃、耐え難い。四条だ、まず投石兵に倒しましょう。当該殿の姿が見当たらないですね。いや、別に心配してるわけじゃないですよ。これで片付いた。メロ本気だぜ。ひとまず安心。ほら、大変だ、敵の奇襲だ。敵に仕掛けられたようね。どうにかできるといいんだけど。めっせ、めの素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。私の知略に勝てるとお思いか。めっせ、めの本気だぜ。ここは光れば敵将討ち取ったぜ。引くことがそのまま負けではない。四条殿の怠け癖が治ったのかしらね。一過性のものでも喜ばしいこと。少々厳しい状況だな。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。危ないところでした。援軍感謝いたします。めんどせ、けど本気だぜ。受け取ってくれよな。そのまま負けではない。めんどせ、敵将打ち取ったぜ。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。ここからなら巻き返せる。you
兵がいる。放置しておくと後々面倒かも。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私の知略に勝てるとお思いか。メンズケロ本気だぜ。メンズケロ本気だぜ。国兵は排除できた。上々の出来。これでいいわ。四条殿、先へ進みましょう。私に託された思い、あなたたち生かせはしない。受け取ってくれよな。引くことがそのまま負けではない。敵将討ち取ったぜ。よっ、勘弁。今ごめんなさい。諸君、私が担うのは重すぎたのだ。静かだね。王国の大将とは思えない。あなたはとても侵略者とは思えない。全てを飲み込んだ上での余裕、王者の風格がある。もっと早く会いたかったよ、劉光子。私はアングへ王国だけでは何もわかんねえ。ゆえに見ておきたかったのだ。あなた、さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私の知略に勝てるとお思いか。本気だぜ。師匠の怠け癖が治ったのかしらね。一過性の胸でも喜ばしいこと。本気だぜ。さくら準備はしてあるぞ。試してみよう。ここは一度下がろう。私は疲れた。逃げられた。惜しい。四条殿、私たちも生徒へ。伝令、敵の援軍が到着した模様です。行かないのよ。この国には恩があるんでね。急いで。メンズ、ケロ本気だぜ。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。あれは投石者。邪魔ね。壊しておきましょう。受け取ってくれよな。さすがですな。
将兵らの士気も高まりましょう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。トラ戦車前へ。侵略者たちを止めるのです。さあトラ戦車を壊して。師匠殿ならできる。師匠殿は私に合わせた。成功したのに複雑。ようやくご到着のようで。さてネクラどもを片付けてしまいましょうか。とうとうここまで。探索門を頼む。私は竜禅様を守る。死守します。目の命を懸けて。本気だぜ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。それを実現しようとした上昇の志、守らねば、貫かねばならぬのだ。過去の束縛が解けないやつ、ボングと同じだ。次の時代を開くた。消えてくれ。敵将撃ち取ったぜ。我らはここに降伏する。竜禅が暗愚？とんでもない。まだ職には余力があります。それにしてはあまりに早い降伏かと。だから優れてる。わずかに軍を交えただけで俺たちに勝てないことを見抜いた。己の器を知り降伏を決断した。つまり目的を見失っていない。俺たちが戦ったのは劉玄徳でもなく諸葛亮でもない。紛れもなく生きている竜皇子だったよ。